ばなければいけない、うん、下がらなければいけないというところがありますから、はい、ここはちゃんと安定感を保てないと厳しくなりますからね、はい、キックオフです。チリ対ボリビア、エキシビションマッチをお届けしてまいります。サイドを紹介します。右にエンドを取るのはボリビア、反対側左のエンドからがチリ。ボラドス、アレクシス・サンチェス、さあ持っていく、さあどうする、まだある、いい位置で奪ってのシュートでした。しかし相手のディフェンスは緩慢なプレーになってしまいました。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。こんなチームの相手アウトまで来た、ボリビア先制。クロスボールに頭で反応、焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。ボリビアこの時間に先制に成功です。いや大きいですねこのゴール、はい、リードしたこともありますけども、ゲームの主導権を握る上では非常に有利な得点と言いますよ ね、 そうですね。この後も流れに乗りたいですよね。ボラドス、スルーパスを出す、ボラドス、もういいですね、大きく縦へ、カストロ、勝負か、ミドル、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。いやこの積極性は大事ですよね。仕掛けるペースを狙った、中央上がっシュート、来た、追加点、ボリビア、この短時間で追加点。今のゴールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いやチーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。今日2点目です。さあボリビア、さらに1点を追加し2対0としています。ボリビアとしてはここからさらに自分たちのサッカーがしやすくなりますよね、はい、2点リードは精神的に大きいですからね、うん、ゲームの主導権を握る上でも状況としては非常にいいですよね。そうですね。前半28分を過ぎたところです。キーパーからのロングフィード、チリは先ほどから前線の選手がサイドに開いているように感じるんですが、いかがでしょうか。そうですね、サイドを起点に攻められますからね、はい、そこに意識をさせておいて空いた中央から攻めることもできますよね、うん、オプションがそこに、シュート、拾いたい、仕掛けるタイミングを図る、チャンスを演出できるか、どうする、カストロ、アレクシス・サンチェス、さあつながるか、抜けた、さあここでカウンター、抜けた、勝負のシーン、いくか、シュート、
トス、あと少し、今のは惜しいシーンでした。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。ボリビアは今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね。いやシュートミスは救いですよね。あの局面に持っていかれない守備をもう一度心がけたいですよね。おっとこぼれてますよ。シュート来たー。ボリビア点差は3点、試合が決まってしまうのか。いや今のは高い位置で奪われてやられてしまいました。まあ相手の不注意と言ってしまえばそれまでなんですけどね。高い位置で奪った勢いのままゴールに向かうといういい形の攻撃でしたね。今日3点目。さあボリビア、フットボールではある程度安全圏と呼ばれる3点差までその差をつけました。サイドチェンジ、ここでファーストハーフ終了。引き続き15分間のブレイクに入ります。前半だけで3ゴール。ボリビア大きくリードして前半を終えています。3点差でしかも得点を与えてないわけですからね。チームとしての好調さが現れてますよね。チリ対ボリビア、ボリビアが3点差をつけ後半に向かいます。後半ゲームはスタートしています。もう一つ前に行きたい。裏のスペースを狙う。キーパー前へ蹴り出します。危ない。フリーだ。ボールが上がる。このクリアボール次へつなげたい。これはキーパー。チリとしては先ほどから守備の際ディフェンダー一人一人が相手がボールを受ける前の構え方について相手と自分を一定の距離に保ってますよね。そうです。カット。裏へ届くか。カウンターを仕掛けていきます。スルーパス。このパスはキーパーへ。いいプレッシャー。ここでファウルがありました。これはカード。無駄なファウルにも見えましたけどもね。注意してほしいですね。激しいボールの奪い合い。チャンスを演出できるか。前へのボール、ゴールが迫る。シュート、防いだ。おそらくこれは一つ前で起こった接触のやつじゃないでしょうかね。チリはベンチに動きがあります。さあチリ2人の選手を入れ替えます。イスラ、非常に攻撃に参加することが多い選手です。スルーパスを狙う。ここは間合いを取る。中人数揃っている。
ボリビアは残り時間、戦い方としてはどのような手段でいけばいいんでしょうか。もう時間を稼ぐ形でいいと思いますけどね。引いて守って相手に隙があったらそこを突くぐらいでいいんじゃないでしょうかね。イスラ裏のスペースを狙う。おいい形ですよ。ここでコーナーキック。時間はあまり残されていません。チリが最後のカードを切ります。激しいボールの奪い合いです。チリここでファールをもらいます。注意に終わります。ちょっと距離ありますよね。ここで笛です。3対0ボリビア勝ちました。完璧な試合運びを見せてくれました。北澤さん、試合の総括をお願いします。ボリビアとしては攻撃的で非常に迫力がありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。はい、ありがとうございます。